こんにちは。グノーシア続きをプレイしますね。53週目か。前回留守番でやって、留守番で宣言して、まあコールドスリープからは逃れられたんですけど、雑談するスキルも毎回使って、グノーシアからも狙われないと思ったら狙われて殺されました。あ、そうだ、エンジニアでね、ちょっと試してみたいことがあったんだよな。これでやろうかな。試してみたいことっていうのは、自分がエンジニアじゃないですか。それでまず役割を明かして、あれ？マジで？ちょっと待って、今回、いや、ライバルがいないと困るんだけど、店のエンジニアがいて、ちょっと試したいことがあったんだよね。今回私だけか。まあでも、せっかくだからやってみるか。なんでライバルが出ないんだ？これじゃあ、私のやりたい放題なんだが、こういう一人しかいない状況だと、エンジニアってすごいグノーシアに狙われるんで、雑談する。で、人間だといえ、もっと直感を上げないと、もう見破れなくなってるのかな。きたー、ジナ。ジナがグノーシア。で、ジナ、SQ、サーキ、ユリコの4人がグノーシア。ジナ、SQ、ジナ、SQ、サーキ、ユリコね。はい。はい。まあ、ユリコ、もうちょっと喋んないとこ。どうも。喋ると反撃されたりするから。ジナ、SQ、サーキ、ユリコね。はいはい。あ、そうか、留守番ね。すごい票が割れましたよ。これはね、ジナ SQ サーキユリコか。サーキでもいいけど、もうこれ完全にサーキとユリコですよね。ユリコ、ユリコに同調しておこう。これでさ、サーキとユリコと SQ が3人死んでくれたらいいんだけどな。なんでコメットになるんだ？なんでコメットになるんだ？バグとかいないよね。バグも AC 主義者もいないのに。何のイベントもない。仲のいい人ステラ。よし、ステルス20にして、ステラに会いに行きたい。ステラいないし、仲のいい人がいないし。いや、説は味方だよ。人間だからね。ユリコと SQ と
誰だっけ？あれ？誰だっけ？ユリコと SQ とサーキと誰だっけ？言わなかった人。あ、ジナか。ジナ、SQ、サーキ、ユリコか。ジナがグノーシアなのはもう確定なんだけど、ジナと SQ と、まあサーキはもうイベントないから、サーキを一応調べとくか。はい、グノーシアでした、サーキは。で、私のあれでしょ、私もエンジニアって確定してるからさ、これで私が報告するじゃん。そしたらこれ絶対に敵だと言えますよね。サーキが、はい、来たー。これはこれでもなん、あとは雑談するでグノーシアに狙われないようにして、多分守護天使も私のことをこの状況だと一人しかエンジニアがいない状況だと守ってくれると思うんですよ。まあ生きてればだけど。そうだ、ちょっとドクター出してもらうか。はい、ドクターカモン。嘘だろ、ユリコ。ユリコ嘘だと思うよ。ユリコグノーシアだと思うよ。ちょっと待って。SQ。SQ もグノーシアだと思ってたんですけど。どっちかは人間なのか。ジナと SQ とユリコとサーキがグノーシアだと思ったんだけど。ユリコと SQ のどっちかは人間なのか。これまた失礼しました。うん、賛成する。大げさに言うとか同意を求めるとかがなんか増えてきたな、こりゃ。誰だっけ？サーキか。もうこれは完全に、ラキオに投票したのがサーキだけ。さすがにね、絶対に敵だっていうのが通ると、グノーシアも、グノーシア同士でも投票してもらえるんですよ。ジョナスか。何？何が？内装が妙に古い。機能は問題ない。何百年も前の船。何百年も前の船。ジョナスの船なの、これ。青函航行船 DQO にようこそ。あれ、なんか前も DQO って聞いたことあるような気がするな。どっかで。ドラクエオンラインか。船長たるこのジュノスによりご挨拶申し上げる。そう、これはやっぱりドラクエオンライン コンピューター上のゲームだったんだ、これは。あ、ジョナスの指示でルーアン星系でみんなを助けたという随分昔のことのようだよ。ジョナスがどういう人か。
あ、ジョナスのデータが更新された。ちょっと待てよ。ジョナス、どれぐらい？あ、DQO、R55 とは違うんだね、この DQ、この船は。DQO は。なるほどな。で、誰を調べますか？ここはね、ユリコですな。ユリコを調べて、この人が、レムナンが死亡。ユリコごめんなさい。ユリコ様人間でしたわ。じゃあなんで人間だって言わないんだよ。ユリコの野郎。紛らわしいことして。ジナと SQ とサーキ。じゃああと一人誰なんだ？はい、ユリコは人間でした。ごめんなさいね。サーキはグノーシアだった。うん、そうだよね。ユリコの報告でも多分そうだね。で、これでいくとですね、ユリコが絶対に人間でしょ。はい。で、SQ が絶対に敵でしょ？はい。これでもうみんな、このターンは SQ に入れてくれると思うんですよ。で、ちょっとグノーシアのヘイトを下げないといかん。私は真のエンジニア。いや、そんなの今更かよ。そんなのもう最初に私一人だっていうところで 分かってただろう。まあいいけど そんなのさ、刹那が絶対に人間だって言ってるようなもんですよ。ですよね。あと一人誰なんだ？ジナと SQ とサーキと、コメットは人間なんだよね、ユリコの報告でも。そうすると、まあジナはそうなんだけど、ああ、この絶対に敵だっていう確定した人がいたらみんな入れてくれるんだね、一応ね。これグノーシアの数が、多かったらグノーシアがもう勝利になるから、絶対に敵だって確定したらグノーシアも入れてくれるんだ、やっぱり。さあ、イベント来い。はい。この船はアラコシア星系を通るかもしれない。アラコシアでは時々船が沈む。なんか、猿合奏みたいな。今はグノーシアがいるから、レビはメンテナンス用の軍地帯を制御できない。緊急事態に対処できない。軍地帯って何？この船がアラコシアを抜けるまでは眠らないでいたい。あ、いいよ。でもこういう時に、あれでもジナってグノーシアじゃなかったっけ？ ですよね。あとね、ジナの他にもう一人グノーシアなんだよな。誰なんだろうな、もう一人。まあ、ジナがグノーシアなのは分かってるから、ちょっと ステラ行ってみる？あ、ユリコ。ステラは人間か。いや、ジナさ、君グノーシアだから、
眠らないでいたいって言われても無理なんだよな。絶対に人間だ。まあ、切には言えるけど、ゆり子が死んじゃったからな。どうしよう。まあそうなんだよな。ククルシカとジョナスがジナを援護している。説を信じて罰は当たらんと思う。まあジョナスを疑っとくか。いやでも待てよ、ジナが ジョナスを疑っとくっていうのはおかしいだろう。これはわからんな。とりあえず雑談しとこう。いやー、わからんな。ジョナス疑っとくか、一応。そりゃそうだよ。あ、そっか、言うの忘れてた。ステラは、私が本物だから、ステラが絶対に人間だと。これであとみんな誰に投票すんだ？あー、まあジナしょうがないわ。アラコシア政権までいけなかったね、ジナ。ごめんよ。お、またイベントがある。ジョナス。いいよ。あ、いいよとか言いながら、まあじゃあジョナス調べてみるか。なんかジョナス変な感じだったんだよな。うわー、ジョナスは人間だった。ちょっと待って。ジナがグノーシアだから、ジナと SQ とサーキと、あとだから一人なんだよな。ラキオか、シゲミチか、ククルシカか、乙女。で、ジョナスは人間だったから、まあ絶対に人間だでしょ？これで投票される、コールドスリープされることを防いでおいて、あと、雑談するで、身の保身をはは、はら、はかると。自分の。で、あとは誰が疑われるんだ？重道？ラキオの言うことに耳を。なるほど。むしろラキオの方が投票されそうな 勢いだが、でもラキオとのイベントも進んでないんだけどな。ラキオなのかな。これもうラキオに行ってしまう流れだな、こりゃ。これはラキオに行ってしまう流れだな。私もラキオに入れましたけど、これで終わったらまあラキオがグノーシアっていうことなんだが、で終わらない ラキオはやっぱり冤罪だった。じゃあ誰なんだ、ククルシカか。なんかククルシカちょっとあれだったよね。なんかラキオの疑いを煽ってたよね。じゃあククルシカを調べるか。はい。きたー。来ました。ククルシカがグノーシアか。これもう勝ったね。私がエンジニアってことは決まってるから、
ククルシカがグノーシアでしょ。で絶対に敵だをククルシカにやって、でこれも認めたでしょ。これでもう何もしなくても勝ちですよ。うん、今さら保身を図らなくてもいいだろう。誰も何も言わなかったのか今。よし、あーダメだ、これイベント何もなしだ。ジョナスのイベントがあったっけ確か。乙女が守護天使で、なんで今回誰もエンジニアって名乗らなかったんだろうね。最初にあのエンジニアって名乗ったのが私だけだったから、すごい確定して絶対に人間だと絶対に敵だを使ってやりやすかったですよね。乙女は、あ、やっぱり私を守ってくれてたんだね。これは、うん、毎回一人しかいないエンジニアを守ってくれてますね、乙女。さすがだわ。あ、ユリコを守ってる。なぜだ？レムナンを守っている。なんでじゃあ。なるほどね、ジナの嘘にもククルシカの嘘にも気づかれてると。それでは終わりますね。